前編から続いて見てくださる方ありがとうございます。ポイント説明の方をこちらしていきたいと思います。令和3年 JA 共済全国小中学生書道コンクール上福の部、中学3年生の課題、荘厳の自然。多分読み方、ちょっといろいろ調べてみたら荘厳とも読むみたいなんですが、意味的には荘厳で多分いいではない、いいのではないかなと思います。荘厳な自然で、ちょっと意味をし、あと意味を調べてみたら、本当にこう自然のスケールのでっかいこう雄大なイメージがしたので、とにかく牧羊をたっぷりつけて、あの豊かに、書いた方がいいのかなというふうに思って、ちょっとその辺を意識して、書いてみました。はい、さすがね、これやっぱり中学1年生中学2年生と上福課題書かせていただいて、中学3年生、書かせていただいて、やっぱりこう学年ごとに本当にそれぞれにふさわしい課題をこう 選ばれてるなっていうのをすごくつくづく書いてみて思いました。で、3年生の課題、ね、画数がぐっと増えましたね。で、画数が増えたということは、あと画数の少ない、そんなに画数の多くない漢字も、そうという字もあったり、次の弦は画数が多くてこの辺こまごましていたりなので、その辺の筆の使い方、だいぶねこう筆、上手に扱ってあげなきゃというか、まあ、筆 にと一緒に書いていくわけなんですが、本当に上手にこう筆と自分が一体となって、こういい感じでこう書いていかないと、なかなかこうまとまりのない、なんか、まあ、ないというか、まとまりのつきにくい課題だなというふうに思いました。やっぱり中学3年生だけあってちょっと難しいなと思いました。はい、こちらね、荘厳な自然。まず草冠からいきますね。草冠を書いて、次、縦が来て、こうですね。で、草冠があって、でこの下の部分は草冠よりもちょっと大きめに、草冠よりも少しはみ出ても大丈夫です。はみ出た方がバランスのいい字になると思います。この中に収めてしまうと、キューッとこう縦長のね、ちょっと細長い字になってしまうので、まあ、横に広くしようとしたら草冠をぐーんと長くしなければいけないですが、草冠よりもちょっと出るというのを意識して書いてあげましょう。で、やはり中学3年生の楷書体なので、少しこうやはり、線自体、この線自体にも直線直線直線って書くのではなく、やはりその中に一本の中にも呼吸を、こうご自身の呼吸を入れて強弱こう出してあげた方が、こうとてもこう表現のある、なんていうのかな、こう表現があって、こう生き生きとした作品に全体的に仕上がっていくんじゃないかなというふうに思いました。なので最初の草冠のこの1、漢数字の1ですが、これもからもうスタートですからね。もう筆、もちろん、紙の準備、墨の準備、筆の準備するところから全ては始まっています。もうその前からも今日これを書こう、そのな自然を書こうという時からもうスタートしているわけですが、やはりこの一筆目入れるときもしっかりと入れましょう。一筆目がうまくいくと、なんか気持ち的にもいいんですよね。なんか一筆目が、あ、ちょっとしまったっていうのがちょっとでもあると、まあ、次で挽回して挽回して挽回してっていうことももちろんできますが、やはりどちらかというと一筆目うまくいくと、次も落ち着いて、この線を生かしたいということで集中してどんどん書いていけますので、ぜひ素敵にまず一筆目から強弱つけて、書いていただけたらなと思います。で、縦書く、ここが来てこう来ますね。縦書いてこうこうで、これは、武士の士という字ですね。この線横画が2本あります。こちらの方がちょっと長めですね。少し長いで、こっちがちょっと短めですね。はい、で、弦、弦、これは画数が多いですね。1、2、3、4、5、6、7、
7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17画の漢字、点点点ときますが、この3つの点、こことここ、こことここの間隔、全く同じにせずに、ここと、ここの方がちょっと広めに書いてあげるといいのかなと思います。あとこの横線もぐっとね、横に引っ張ってあげましょう。まっすぐという線ではなく、やはり、呼吸で強弱つけて、楷書ではありますが書いてあげましょう。でちょっと今こう離れてみると、この1、2、3、4、5画目の左払い、もう気持ち長くても、よかったかなっていうふうに思いますが、どうでしょうか。もう気持ち長いと、もっとこう豊かな、本当伸び伸びとした雄大な感じが出たのかなっていう気はするんですが、まあもし書かれる方、パッとこれ見ていただいて、もし参考にしてくださる方がいらっしゃったとしたら、見ていただいて、もうちょっと長い方がいいなともし思われたら、書かれる時もちょこっとだけ、ほんの少しですよ、あまり長くしすぎるとなんかこうダラダラダラっとなってしまうので、ほんの少し、長くしてあげるとよかったかなっていうふうにちょっと思いました。本当ね、作品ちょっとした長さ、ちょっとした短さ、ちょっとした太さ、ちょっとした、墨の量で、本当に一つの作品がぐっと変わってしまうので、まあね、完璧っていうのは 100% 完璧ってことはありえないんですが、もし一枚書いて反省点があったら、次はそこをちょっと気をつけて書いてあげようっていうのも、ぜひ一つ一つ学びながら一枚一枚書いていかれるといいかなと思います。で、こうですね。で、横、縦、横、縦、横、横、こう来て、これが最後ですね。で、ここのところは今私ここくっつけたんですが、くっつけても、ここくっつけなくてもどちらでもいいと思います。ここが開いて、くっつかなくてもくっつかない方が、まあ、どっちかというとすっきりするかもしれないですね。ちょっと、まあここ入れるときにここの線の上からこう入れたので、ちょっとここくっついたという感じですね。で、こう来てこうでですね。で、ここ、横画がたくさんありますので、この横画の、向き結構大事かなと思います。そうですね、ほぼ同じぐらい、同じような方向を向いていた方が仕上がった時の、バランスはいいかなと思います。どこか一つが全くちょっと違う方向を向いていたとかすると、一つ一つの線はとても素晴らしく描けていたとしても、ちょっとバランスとしては、ちょっとこの余白の部分の空き具合が変わってきたりするので、だいたい同じような方向を向いているというのは意識して、半紙の時と同じですね、そういうのは意識して書いてあげると、バランスのいい整った、字にはなるかなと思います。あとこの弦という字、あと下に3つ書くわけなんですが、結構縦長になってしまう可能性が多い感じかなというふうにもちょっと書きながら思いました。というのは、やはりこの辺の画数が多いので、どうしても、ちょっと、縦長になりすぎ、なりやすかったり、あとは、大きさ的にはいいんだけども、画数が多いことで、やはりにじまないかなとか、こうごちゃごちゃっとしないかなとか、やっぱり恐る恐る書いてしまったり、最初のうちはする方もいらっしゃると思うんですね。そうするとどうしても中の線が一本一本が細くなってしまうので、そうなると、他の字がしっかりと墨量をつけて書いたとすると、ここだけがちょっと貧弱な感じになってしまう。で、バランスとして、ああこれなんかはいいんだけど、あここな、もう一息だったなっていう感じになるので、なかなかね、思い切って書くって、この辺ねごちゃごちゃしてるし、画数も多いですし、横画多いし、本当に高度な筆使いになるとは思うんですが、筆の墨の量とかちょっと気をつけて、やはり何枚も書き込んでいかれるとは思いますので、墨の量とかちょっと気をつけて書いてあげてほしいなと思います。全体とのバランスが取れるように墨量を気をつけて、書いてあげるといいなというふうに思いました。はい、なは、このやはり3年生も5文字の作品、なはど真ん中、
ね、あの感情よりもちょっとキュッと小さくなりますが、僕にはしっかりつけて、会社ではありますが、のびのびと、堂々とドーンと真ん中書いてあげてほしいですね。これを、なお感情よりちょっと小さめで、でも僕らをしっかりつけて、手を抜かないでしっかり書いてあげることで、漢字がぐっと引き立ちますので、すごく大切な役目をしてくれている名ですので、大事に書いてあげましょう。で、こう来てこう。で、この点は、この横画よりも中に入らないようにしましょう。のびのびと、楷書ではありますが、字幕を切らさずに、しっかり書いてあげましょう。はい、しですね。でも、押さえてこう来て、こう。ぼくりをしっかりつけてあげます。横横横。この間隔、ほぼ同じぐらいで開けてあげましょう。あと、楷書体なのでね、点接。点接は、あ、ここに1個ありましたね。ここ、ここもしっかりと押さえてあげましょう。で、この部分、下と下、ここ、少し出してあげるといいですね。ピターッとくっつけるのではなく、少し出してあげると、すごくこう、風が通るというのかな、なんかこう、キュッとく、苦しくない字になりますので、ここがピタッとくっつくとちょっと窮屈な字になってしまうので、ここは少し出してあげるといいですね。はい、あと前。で、押さえて左払い。で、ここはちょっと細めですね。細めですが、ここもしっかりここと同じ押さえます。で、ぐーっときます。で、こういうところ、いきなりスッと勢いよく行きすぎて、墨が、いきなりシュッと、細く、鋭くなってしまわないように、するといいかなと思います。鋭い字も、線っていうのもすごくかっこよくていいんですが、それが全ての字にそういう筆使いをしていて、統一感があればいいとは思うんですが、この場合は、本当ね、意味的にも、本当にこう、豊かに書いてあげたいな、こう雄大な伸び伸びという、意味でもあるので、できれば、こういったところ、墨量を残した状態で、ゆっくりとぐーっと、伸び伸びーっと、こう、払ってあげるといいのではないかなと思います。で、この点、小さな点ではありますが、ポンポンと押さえるのではなく、一つ一つも丁寧に、丁寧に押さえてあげましょう。これ、犬ですね。で右に払います。右払い、こことここ2箇所ありますね。短いですがしっかりと払ってあげましょう。で、点は濁点は高い位置ですね。なのでこの横線よりも上に点をしてあげます。で、最後のこの4つの点、1つ目は、少し向こうに向けますね。で、あとの3つはこっち向きです。で、第最初と最後をちょっと大きめで、これはちょっと小さめでもいいかなと思います。で、この角度では申し訳ないです。開き具合ほぼ同じぐらいで開けてあげましょう。で、これとこれの終わる位置をだいたい同じぐらいにしてあげると、収まりのいい、安定のした、作品になると思います。これが、こっちが長くて、これがもうちょっと上で短く終わってしまうと、こういう感じになってしまうので、ちょっと、筆使い良くても、ちょっと、どしっと安定のした作品にちょっと見えないので、これとこれはほぼ同じぐらいで収めてあげることで、どんと落ち着いた、作品になるかなと思います。はい、楷書なので、3年ですね、3年と。楷書で書いてあげましょう。はい、中学3年生の楷書の課題、そうですね、やっぱり1年生2年生とはやはりちょっと違って、3年生にふさわしい課題、本当に墨の量、いろんなことが、さあ、どのぐらい身についているかなっていう、チャレンジしましょうというような、それぞれの課題、字だなと思うので、墨の量、あとこう画数の多いもの、墨の先、筆の先をどういうふうに使って強弱を出してあげるか、こういうところ、こまごまするからといって、細く、恐る恐る書くのではなく、画数多くて細い線にはなるけども、その中にもちょっとこう太さをしっかり出してあげる。全体との字のバランスですね。いい感じの、墨の量で書いてあげてください。で、もちろん、
神に対して、自分の体もまっすぐでしっかりと安定した、位置で書いてあげる。あと腕をぐっと動かして書いてあげる。一線一線丁寧に。でも慎重になりすぎてこうぎこちなくなるのではなく、何枚も書き込んでいけば、もうご自身のがいいと思うバランスあると思います。でそれでどんどん書き込んでください。でも書き込んでいくうちにやっぱり自分流になってしまってくるので、あれなんかこうあまりにも書きやすいなっていう時は、もしかしたらそれで OK の時もありますが、もしかしたら、ちょっと自分流になりすぎて、なんかこう何かがちょっとバランス的にも変わって、最初に書いてたバランスから変わってしまっている時もあると思うので、そういった時はちょっと最初に見ていたお手本とか参考になるものをもう一度見直して比べてみて、でそこで多分ここは良かったような、そうか、ここちょっとだんだん自己流になってきて自分の癖出ちゃったなっていうのも気がついたりすることもありますので、しっかりと一つ一つ書き込んでいただけたらなと思います。はい、次回はこちらの行書体を、前編後編で進めていけたらと思っています。いつも長く聞いていただいてありがとうございます。